キラウェア火山、キラウエア、キーラウヤは、ハワイ諸島のハワイ島を構成する五つの縦状火山の一つ。島の南東部に位置し、西隣のマウナロアと共に、ハワイ火山国立公園に指定されている。と推定される、かつ火山であり、現在もなお噴火が続いている。ハワイホットスポットが生み出した火山としては、南方のロイヒに次いで新しく、 現在、ハワイ天皇宮間列の噴火活動が盛んな地域にある。標高が低く、歴史上その火山活動がマウナロア山の活動期と重なっていたために、かつてキラウエアは、隣にある巨大なマウナロア山に付随する火山だと考えられていた。構造上、キラウエア火山には、かなり最近になって形成されたと考えられる、頂上付近の大きなカルゲラと、 それぞれ東に 125km と西に 35km 伸びている二つの活動的ながあり、さらに深さが不明の活断層が年間平均で 2mm から 20mm 程度垂直に移動している。穏やかな噴火で知られるキラウェアであるが、1983年以来、ほぼ連続的に噴火し続けており、溶岩流の向かう方向によっては、 溶岩が集落を飲み込み壊滅させることもある。1990年にカラパナ、2018年にの集落が溶岩流によって消滅した。この2018年の噴火で溶岩の流出は停止している。キラウエアはハワイ語で吹き出す、または多く撒き散らすを意味し、頻繁に溶岩の流出があることに関連している。キラウエアの3体は、 地球上で最も大きいマウナロアの南東斜面のに乗っている。キラウエアの標高は1247メートルであり、マウナロアの標高4169メートルと比べるとかなり低い。しかし、同諸島の中では最も火山活動が活発である。1983年以来、ほぼ継続的に噴火を継続させており、 これは、平上あの最近約500年間の歴史において、最も長く継続している噴火活動である。陸上部でに発見された、最も古い溶岩は、約5万から7万年前に噴火したものである。表面の90%は1000年未満の溶岩流に覆われており、そのうちの約20%は200年未満の溶岩流である。マグマは、玄武岩質であり、 数メートルから数百メートルの溶岩噴泉と溶岩流を穏やかに発生させるハワイ式噴火を起こし爆発的な噴火は稀であるこのため比較的に安全な火山と認識されており噴火中であっても観光の対象となっているキラウエアの南方の海底では天皇宮間列を作り出したハワイホットスポットの火山として最も新しい老ヒ、火山が活動を始めている 主な地形には次のようなものがある。キラウエアは20世紀中に45回の噴火が記録されている。1983年1月にプーオーカ港から始まった噴火は幾度かの活動の不活発化はあるものの、2017年3月の時点で34年間も継続している。玄武岩質のマグマは粘度が低いため溶岩流はまずは地表を伝い、 表面が冷え固まった後は、地下の溶岩道を伝って流れ続けている。1790年に、有志での最大の爆発が起こっている。火災サージが発生し、約80名が死亡した。1924年には、ハレマウマウカ港に近づいて写真を撮っていた1名が、爆発によって飛んだ岩に撃たれ死亡していい。キラウエアのイーストリフトゾーンにあるナパウカ港。 ナパウクレーターの近くから1983年1月3日夜に断続的な割れ目噴火の活動が始まり、1983年6月から1986年7月までの3年間には断続的な溶岩噴泉の活動を通じてプー王カ採宮が形成された。溶岩流は1986年に最初の住居を飲み込み、 1990年8月20日までには、カラパナの集落を埋め尽くして、海まで到達し、さらに海を埋め立てて、海無集落まで達している。修道11号線を出て、南海岸へ向かう。修道130号線は、以前火山国立公園のチェーンオブ、クレーターズロードへ繋がっていたが、2017年現在でも、溶岩流に切断されたままである。 2012年までにプーオーカー口は4キロメートルの溶岩を噴出させ、125.5km を覆い、2.02km の新たな陸地を生み出した。そして、修道の 14.3km を埋め、214件の建物を壊した。2014年12月からの火山活動では、プーオ火口の東北と1 2キロメートルの位置から溶岩流を発生させ、 カホアの集落と、修道1 3十号線付近まで達した。大きな被害はない。2018年4月30日の頻発地震に、始まり、5月4日にはプーオーカ港の加工艇が、消失、同日に、レーラニーステーツから、噴火割れ目噴火が始まる。5月4日、マグニチュード6.9の強い地震、2018年、ハワイ地震が起きた。その後、 ハレマウマウカ港内にあるオーバールック河口の溶岩湖が低下していき、爆発が繰り返し起きた。またレーラニエステーツでの溶岩の流出で、山頂カルデラの直下にあるマグマだまりが縮小し、地震とともにハレマウマウカ港周辺が大きく、陥没していくのを繰り返した。溶岩流は、レーラニエステーツとその付近の住宅を破壊し、東端部へ流れた溶岩は、カポホの集落を壊滅させ、 カポホワンを埋め立てた。8月上旬から急速に溶岩の流出が弱まり、9月上旬に溶岩の流出が止まった。ハワイ州道11号線がキラウェアとマウナロアの境界付近を通っている。以前はハワイ州道130号線が海岸線を横断していたが、1983年からのプーオーカ港の噴火による溶岩流で分断された間になっている。 キラウエアカルデラの周辺が観光のハイライトである。ジャガー博物館、キラウエアイキ加工、などがある。カルデラ東から山を降り、海岸線に達する、チェーンオブ、クレーターズロード画面の良い観光道路となっている。ハワイ火山国立公園内にはよく整備された、たくさんのトレールコースもある。広空港には観光用のセスナやヘリコプターを運行している会社もある。 プーオーカ港からの溶岩流が海に向かっていたので、2017年までは溶岩流見学場所、ラバレイングエリアで溶岩が海に流れ落ちる様子を見ることができた。しかし到達するには、過去の溶岩流で湾岸の道路が寸断されたため、海ムから8.5マイルも多少起伏のある溶岩の上の道を歩くことになっていた。過去には溶岩流でできた海岸、溶岩、 デルタが突然に海中に没死し、2名が亡くなる事故も起こっている。しかし、プーオーカコの噴火が始まった1983年から2017年1月現在までの死者はこの2名家である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。